長野中央通り、長野中央通りは、長野市中心市街地を南北に循環する道路の、通称、末広町交差点、新田町交差点が、長野市道長野西944号線、新田町交差点、善光寺交差点が、長野市道長野中央通り線に指定されている。一般に中央通りと呼ばれる。善光寺表参道、旧北国街道に相当する。 長野駅前行寺口正面から伸びる末広通りから末広町交差点で分かれ、前光寺までほぼ一直線につなぐ長野市街地の目抜き通りである。北石道町付近でわずかに屈折しているため、起点から前光寺を見通すことはできないが、新田町交差点以北では徐々に上り坂となったその先に、前光寺に大門がそびえ立つ姿を一直線に、 三島セル天与の地形、歴史と呼ばれた景観が形成されている。市街地の目抜き通りとして、また全高寺山道として、歩いて楽しめる通りが目標である。交通セル構想に基づいて整備された長野大通りをはじめとするセル環状道路の完成により、自動車交通が削減で、現状はバス交通中心のセミモールといった形態になっているが、将来的には、 トランジットモール化の計画がある。ほぼ中央部にあたる新田町交差点を境に様相が異なり、南半分、長野駅側、末広町交差点、新田町交差点の区間では、やや広めに取られた車道に車線と、遠赤で区切られた歩道、両側が整備されている。沿道は雑居ビルやファッションビルが立ち並ぶ若者の街となっている。一方、北半分、 全光寺川、新田町交差点大門交差点の区間では、車道の幅が狭められ、その分歩道が広げられている。歩車道の間は、段差がなく、可動式のボラード、車止めのみで分けられてり、随所に休憩用のベンチが設けられていて、より歩行者優先を機として整備されている。また、この区間では、全校寺を見渡せるため、門前町にふさわしく歩道、車道ともに、 三影石の石畳となっている。沿道は古くから続く商店や、それをリノベーションした飲食店、演芸場や美術館などが軒を連ね、全工寺参拝客で賑わっている。北端の約150メートル大門交差点全工寺交差点は、車道の石畳がより濃い色のものとなり、その先の中店通りの7777 77枚の石畳に続いていく。 末広通りと合わせて、全線が駐車監視員活動の最重点路線となっている長野中央警察署管内。また、8時から19時の間は全線で大型貨物自動車等通行止めとなっている。全国唯一の門前町県庁所在地である長野市は不規則な市街地発展により道路が境いで、こと2888年、明治21年に、 長野駅が開業して、以降は、増加する流入者や善光寺参拝客により往来に、支障を押すようになっていた。1903年、明治36年には、西木町通り、1913年、大正2年には、小飛吹町通り、愛い町通り、玄言堂アーケード、大正町通り、玄昌和通りなどの振動建設は進められていたが、長野駅と善光寺との間、当時は、 大通りなどと呼ばれていたは、当時狭いところで2から3県、3.6から5.4メートルほどの幅しかなかった。このため、1913年、大正2年に告示された長野市区改正計画では、この大通りを発見、14.5メートルに拡幅することが盛り込まれる。市民も、その必要性は感じていたものの、到底不可能なこととして、一生に付していた。 しかし、1919年、大正8年に地元有力者が合同で、長野市に陳情したことで、中央道路計画はついに動き出すこととなった。司会で、可決の上、長野県に陳情したところ、さらに広い10県、18メートル幅を、県から逆提案されることになり、1921年、大正10年に10県幅道路の整備が可決された。 翌年から東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸を視察し、路線計画が立てられた。当時、善光寺表参道に数カ所あった、屈折点の直線化と勾配の緩和により、末広町交差点に立てば広い道路の先に、善光寺に黄門が一望できることを理想とし、また、街路島の整備による夜景についても考えられており、交通の便は、もちろんのこと、 景観について特に注意が払われた計画であった。沿道家屋202個すべての建て替え、改築、英家を伴う、この大事業は1923年、大正12年に寄港し、同年の関東大震災による後期の遅れはありながらも、1924年、大正13年に完成。土地収容を極力平等にするために屈折点は一箇所残ってしまったが、 それでも日田町高祖天以北では、どこからでも、善光寺に大門が望める街路百139基が照らす中央道路が実現した。沿道の各町でも、建物の建て替えにあたってそれぞれ、申し合わせ事項を設け、統一感のある景観形成を目指した。この時整備された建物は、大門町界隈に現存しており、ご本陣富士屋旅館をはじめ、 登録有形文化財に登録されているものも多い。戦後、中央通りと呼ばれるようになった県と長野市の背骨は、高度経済成長やモータリゼーションの中、大きな変化を見た。中央通りと昭和通りが交わる、新田町交差点には、1954年、昭和29年に、長野県下発の交通信号機が設置された。その後、全国でもまだ珍しかった。 スクランブル交差点、1971年、昭和46年、日田町交差点、音響装置不信号機、1972年、昭和47年、日田町交差点、末広町交差点、パーキングチケット発給機、1987年、昭和62年、全線など、喧嘩発となる設備がまず中央通りに導入されてきた。 沿道は、長野市の商業の中心として大きく発展した。ことに、新田町交差点界隈は、長野銀座と呼ばれ、丸光百貨店長野総合、1957年、昭和32年開店、長野丸前百貨店長野東急百貨店、1958年、昭和33年開店、ヴィナス、1968年、昭和43年開店、長崎屋長野店、 1970年、昭和45年開店、大英長野店。1976年、昭和51年開店と、多くの百貨店、大型店が立地し買い物客を集めた。歩行者の増加に伴い、1960年、昭和35年には歩道にアーケードが設置され、1970年、昭和45年には、喧嘩発の歩行者天国が実施されるようになった。 1998年長野オリンピックの開催を控え、中央通りでも街の顔として改修工事が行われた。電線地中化や歩道のアーケードの撤去により開放的な姿となり、大門交差点全工事交差点間は、車道部分まで石畳化するなど、門前町の景観づくりが進められた。また、阿弥陀如来の十八眼の第十八眼、黄本眼にちなんで、 全光寺本堂から18丁、1 8キロメートルの位置に長野駅を開設したことにちなみ、中央通り、末広通り沿いの1丁、109メートルごとに、3丁から17丁の長石石踏みが、歩道、両側に設置された。これらの改修は1996年、平成8年に完了し、面目を一新して、世界各国からの人々を出迎えた。 中央通り沿いには、長野オリンピック表彰式会場、セントラルスクエアが開設され、連日1万人以上の観光客でかつてない賑わいを見せた。しかし、逸話閉幕後は、折からの不景気の影響を一気に受けることになる。もともと、沿道の商業中心は、長野駅側に次第に移り、観光客は、善光寺周辺に集まって、中央通りの中央部である。 長野銀座は、徐々に空洞化が進んでいた。先に挙げた大型店のうち、長野丸前百貨店は、早々に1966年、昭和41年長野駅前へ店の上、長野東急百貨店となって大きく、業績を伸ばし、ビナスは1980年、昭和55年に閉店。長崎や長野店は1998年、平成10年に、 郊外の高田に新築移転していた。さらに五輪後の2000年、平成12年には、長野祖母が倒産、大栄長野店は郊外の若里に移転し、かつての商業中心であった日田町、交差点近辺には銀行の支店だけが立ち並ぶような状態となった。こうした中で、長崎や長野店後は閉店した、同年中に若者向けのファッションビル、アゲインとして、 再発信。大栄長野店跡は2003年、平成15年に再開発ビル、門前プラザとなり、長野祖号跡地には2006年、平成18年に、新越放送、SBC 本社ビル、トイゴが建てられ、徐々に賑にわいを取り戻しつつある。活性化に向けた地元有志の取り組みも活発になっている。2002年、平成14年には、 地元商店会が主体となって、中央通り活用検討勉強会が始まった。昭和30年代の歩道アーケード設置で消滅した、沿道の灯籠の復活や、インフィオラータなど通りを使ったイベントの開催などの取り組みがなされたが、これらを検討する中で、かねてから長野市が検討ていた、中央通り歩行者優先化構想が注目されるようになった。 手始めに長野市が直接事業を実施できるように、新田町交差点、善光寺交差点の区間について、長野県道399号長野豊野線、大門南交差点大門交差点は、国道406号重複の指定を解き、長野県から長野市に道路の管理を移管した。その上で、2004年、平成16年から、車線の引き直し等による、 車道縮小の社会実験を繰り返し、その結果を踏まえて2015年、平成27年に、新田町交際北の歩行者優先化事業が完了した。歩行者優先化工事によって、車道の福音は従来の9メートルから6メートルに狭められ、パーキングチケットやバスベイにさばき場なども撤去された。その分歩道は、4.5メートルから各6メートルに広げられ、 歩道と車道との間の縁石も取り払われて、可動式のボラードのみで仕切り、随所にベンチなどを設置して、歩行者にとって心地よい空間の形成とイベント、等への柔軟な対応を図っている。車道は桜色、歩道は灰色の見陰石の石畳となり、全工事へ導く一本の道として連続性のある、景観を意識している。さらに新田町交差点以南についても、 地域の要望を受けて2018年、平成30年に長野県道32号長野停車場線の指定を、時、長野県から長野市に移管した。これにより、長野駅から善光寺までの間の管理が長野市に一元化され、諸政策を一体的に連続性をもって進めることができるようになる。長野市が一の骨格として、また商業軸としても位置づけられている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。